はいどうもマグニです。本日はね、教えていただいたティップスをね、皆様にもお教えしたいと思います。これ結構ね界隈で流行ってたんですけど、フラッシュライト、 iPhone のフラッシュライトありますね、フラッシュライトね、まあ、ご覧に入れますから、そのフラッシュライトを消すときに、ロック画面のカメラボタンをタップすると、それで消えるというような、ティップスでございます。何のことだか分かんなかったんですけどね、やってみると、あ、なるほどねっていうことになったんで、皆様にご紹介したいと思います。はい、ということでね、フラッシュライトと一体何なのかということでね、このコントロールセンターを上げて、左下にあるこれライトですね、こうするとこのように光ります。これがフラッシュライトなんですけどね、これをね消すときに、まあ、ロック画面の時にね、このロック画面、つけてなんかこう物を探してる時とかに、どこ行ったんだみたいな感じで探してる時に、このライトをね消すのにね、消す方法としては、こうなってもまだついてるんですよ。画面が消えてもね、まだここはついてるんですよ。でこれを消すのに、消す方法はこのコントロールセンターでこれを押さぶと消えるんですけども、この動作もめんどくさいなと、なんかすごい体勢でもしかしたらこのライト使ってるかもしれないじゃないですか。このライトをね、そんな時に、ちょっと簡単に消せるんですよ。一挙でやってみますね。このロック画面の右下のカメラボタンありますね、こちらタップすると消えるんですね。今ね、このカメラ上じゃ分かりませんのでね、ちょっとねやって分かりやすいようにやってみましょう。こんな感じでモノコを探しました。すごい体勢になってます。コントロールセンター出すのも辛いってなった状態でですね、このカメラボタンをねタップしますよ。ほら消えました。分かっていただけましたでしょうか。このようにですね、フラッシュライトを簡単に消せるということなんですよ。はい、というね、iPhone Tips でございました。あんまりこう使うときないかもしれませんけどね、僕知らなかったんでね、教えていただいたんですよ。DM かメールだったか忘れましたけど、こんなことできますよってことで、で初めよく分からなかったんですけど、やってみるとこんな感じでしたね。なかなか面白いですよね。こういうね小技がねいっぱい眠ってるんですよ、 iPhone は。ネタがいっぱいありすぎてね、どうやって紹介していけばいいかもう悩むぐらいネタがもう豊富すぎます。はい、そんなこんなでね、今回は iPhone のフラッシュライトを、懐中電灯としてね使っていて、もう無理な体勢の時にいかに簡単にそのフラッシュライトを消すのか、それはロック画面の右下のカメラアイコンをタップすると消えるっていうね。まあね、コントロールセンター出してピュッと押せばいいだけなんですけどね、それもできないよっていう時に使いましょうということです。はい、その他にもね活用できる、なんていうんですかね、パターンとかあるんだと思うんですけども、あればねまたコメント欄にでも書いていただければ、はい、いいと思います。なので皆さん、ではまた次の動画でお会いしましょう。